さあ始まりました、パズドラ。どうも、大竹春香でございます。今日はですね、コラボということで、いつもおなじみこの2人に来ていただきました。まずはベイスターズファンの、マイクワ君。はい、よろしくお願いします。ハマって TV という YouTube チャンネルやってます、ハマトラのハママイクワです。お願いします。そして、タイガースファンの久川君。はい、トラ久川です、お願いいたします。こあ、ごめんなさい、はい、どうぞ。ごめんなさい、なんかあ、えもう一回トラ久川です、お願いします。やったやったこの二人が、まあ、ハマトラというお笑いコンビで、はい、そうですね、やっているわけです。今日はですね、はいはい、まあ、2球団のね、まあ、3球団ですよね、うん、はいはい、集まったんで、今シーズン、2023年のシーズンを振り返って、はい、どうだったかっていうのを、はい、まあ、聞いていきたいと思います。いや、最高でしたよ、ね。早い。食い気味でも、はい。どうだったの、じゃあ、阪神的には。何も文句のつけようがないんちゃう？途中ちょっと広島にまくられそうなところだったけど。途中、いや、2日間だけ広島と、あとベイスターズ。ベイスターズ1日だけ首位明けを渡しただけ。あとはずっと1位。1位。もうずっと1位。うん、こうだ、交流戦だけが良くなかった。ああ、そうなんだ、うん。交流戦がね、借金4とか3ぐらいやったんかな。あ、でも、あの時でさえなんか、3と4で済んで良かったなぐらいやった、うん。それぐらいチームの調子一番悪かった。で、今回こう優勝した要因というかさ、うん、なんかそれは何だと思う？なんかやっぱりフォアボールでしょうね。一個テーマあげるなら。なるほどね。フォアボールの数もそうやし、うん、与えてもないし。ああ、コントロールリピ。やっぱ野球ってフォアボールっていう一個のね、ルールだけでこんなに変わるんやな、いうぐらい。確かに。もう、でかかったんじゃ。やっぱ1、2番が後出るからね。うん、もう、それがやっぱ大きかったかなと思うけどね。近本選手みたいな、ああいうタイプの選手がさ、まあ中日にもいるわけよ。岡林選手とか、まあ、うん、ちょっと、年いくと大島選手とかいるんだけど、うん、ホームランが違うよな。フォアボールも確かに岡林選手も大島選手も少ないんだけど、うんうんうん、近本選手のあの体育でさ、うん、ホームラン打つってたまに打つからね、ずるいよ、7、8本打ってなかった、打ってる打ってる、ね、信じられないよ、ね、そうそうそう、甲子園でも打つときあるからね、そうだよね、そうそうそう、あと下位打線も良かったんじゃないですか、あ、確かに、そうそう、ね、木浪選手とかさ、木浪選手はでかかったね、特に日尻はもう下位打線の野球だったよね、下位打線から上位で点、オリックスもそうやったけどね、あ、まあまあまあ、やっぱ下位打線がいかにこうチャンス作ってで、うん、で、1、2番が返すみたいな、うん、意外と3、4あんま打ってないから意外と3、4、5はね、日尻は1、2がきっちり出る役もやるし返す役もやってくれるからやっぱでかかったよね、うん、じゃあ手を挙げるとしたらフォアボールと1、2番なんだ、フォアボールと1、2番かな、 あ、うん、あとは、うん、岡田監督じゃん、まあ、そうだよね、監督、まあ、ね、去年の矢野さんとメンバーほとんど変わってないけど、うん、勝ち切れたっていうのは、そう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 、岡田さんに一つ言うのが、やっぱりあのやりくりがうまいんやろうな、うん、なんかあの不愛想やけどね、なんかあのインタビューとかではたまに、だシーズン始まる前はそこは逆に懸念点だったよね、うん、そうそう、だからうまくはまれば優勝やし、はまらなかったら最下位まであると思っとったから、あ、うん、それが一番いい方向に傾いたんやろうね、なんか選手のね、うん、モチベーションの上げ方もうまそうだしね、そう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 、なんか舞台裏の映像とか見ててもさ、あ、そうなん、そう、なんかうまそうでしたよ、なんか今年、もう来年に向けてですけど、秋季キャンプとかは、なんかもうアピール無理にせんでいいから、みたいな。こっちはなんか見てるから、みたいな感じで、なんか言ってたり。あんま選手と喋ることもそんなにないねんって。うん、でも、ちゃんと見てくれてるっていうのが選手からわかるって言ってて。だからそれがいい方向に行ったんだよ、ね。いや、いい方向に。で、なんか、こう、うん、ユーモアもありますしね。なんか開幕戦の前とかも、なんかジャイアンツはグータッチしてるから、うん、我々はパーで行きましょうみたいなこと言ってましたしね。じゃんけんで。あ、なるほど。パーの方が強いから。じゃあ、近本から熱く近本選手にこうやって指ハートしました。あ、そう。いや、多分、岡田監督は意識してないんですけど、結果これが指ハートに見えるみたいな、ネットで上がってた、パン屋め舐めてた、パン屋ももう売れるし、もうムーブメントですよ、あの人、確かにね、時代を動かしてるよ、時代を動かしてムーブメント、時代を動かしてムーブメント、そう、トンネルズさんのネタみたいな、ニューパワーみたいな、それが来期も続投、でも来年でもしかしたらもうちょっと年齢的なこともあるから、もう70超えてる、いや65歳ぐらい、だからまあ来年までちょっとこう礎を築いてバトンタッチするっていう話やけどね、うんうん、まあでも来年も間違いなく中心では回ってくると思うよ、セリーグの、うん、じゃあ、うん、あえて言うならここがよ、うん、こうした方がいいんじゃないかなみたいなのはあるの、来年こうなってるみたいな、ある
いや、知らんよ。逆に。知らんよ、もう。なんまりほんまにない。ヤクルトと喧嘩すること多くない？あ、確かにね。ヤクルトとデッドボールでね。デッドボール多かったもんね、ヤクルト、ね。あれ、ヤクルトが結構多いからね。別にあれやけど、なんやろうね。戦力ダウンもないのよ。そんな誰かがメジャー行きます、FA 行きますもないから。全然本当に好きがないと思うんやけどな、見てて。ミエセスのキャラをどうするかみたいな。確かに、急に真面目になったりするかもしれない、来年は。本当それぐらいやね。見えちゃう、見えちゃってでしょ。見えちゃうね、見えちゃう。振り返りとして本当にそれぐらいやね。俺、十数年ぶりに阪神の試合を見に行ったの、今年。あ、そうなの、うん、ヤクルト対阪神で、うんうん。で、ヤクルトファンの先輩に連れてってもらったから、うん、ヤクルト側に座ってたの、神宮でね。うんうんうん、ファンの力っていうのかなりあるなと思って、うんうん、マジ5-5ぐらいだった、ファンの数。確かにね。どこの球場行ってもね。俺、びっくりしちゃって。うん、でどこの球場行っても半分ぐらいはいる、まあ、いすごいね、あれ。ハマスタ、だから、ハマスタね、今年も行きましたけど、一緒に、うん。やっぱすごかったんですよ、応援の圧っていうのは。ね、で、まあ、いろいろその時に、ね、中日さんからいただいた京田選手のあの時のプレーの試合を。肘隠しみたいな。そうそう、あの時に見に行ってて。そう、そうしたらね、途中まですごいね、レベルのいい高いね、試合だったんですよね、本当、1点差ゲームで。めちゃくちゃいい試合で、まあ、最後、後味悪い感じで終わって、その熱狂的な阪神ファンの方たちがグラウンドにね、すごいゴミを投げましたね。ヒーローインタビューの最中にはブーイングがあって、でしかも、六甲おろしをね、歌い始めるっていう。それ何、横浜勝ったってことだよね、だから。もちろん僕らが勝ったんですよね。で、その後に僕がですね、いろいろとですね、自分の YouTube の方で、ラジオでいろいろ阪神ファンについて言っちゃったらですね、それが燃えに燃えてる。あ、そうなの、はい、すごいね。逆にコメント普段本当に2、3件しか来ないのが100何十件と来まして、すごいね、はい、振り返りとしては炎上しましたよ、彼のチームで、ね、ほぼコメント返してないんで、僕のね、あのコメント欄2チャンネルみたいになってますけど、すごい、いや、すごかったよね。すごいね、うん、まあ、それぐらいだから良くも悪くもファンの圧は、ね、熱量はすごいなって思った、うん、俺は、ね、びっくりした、本当に。いや、でも、まあ、でも38年ぶりやからね、うん、言っても。まあね、まあ、しかも去年のことがあるし、勝ちきれなかった去年があるから。去年もあったし、もう嬉しかったですね。うん、まだ余韻に浸ってます。じゃあ、はい、あ、まだ浸ってます。まだ浸って、もう2週間ぐらい経ってますけど。2週間以上経つよ、もう。じゃあ、点数をあえてつけるとするなら、やはり。もう100点でしょ。120点ですよ。なるほど。言うことありませんよ。ということで、はい、阪神ファンの振り返りで、次じゃあ、横浜ファンの投手はどう、はい、まあそうですね、振り返っていくと、まず開幕戦、阪神と戦ったんですけど、うん、もう開幕戦からね、タイマンプレーが出てしまって、うん、出てたね、僕、そこをまずがっかりしましたね。なんだっけ、走んなかったやつだっけ。いや、送球、そうですね、ライトルヒットやのに、もうツーベース許しちゃうみたいな、それがあってっていうのが、まあ、大きかったですね。まあそこからでもな、持ち直して交流戦優勝してみたいなのがあったんですけど、交流戦優勝してるの、確かに、うん、交流戦優勝からのその後の直接対決で勝って3立てして、うん、そうそう、で首位立ったりとかしたんですけど、でもなんかね、こう勝ちきれなかったというか、大事なところを全部落としたんですよね、うん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 、まあ交流戦最後の試合も結局ベイスターズが負けたんだけど、他のチームが負けたから優勝みたいな感じだったし、最終戦も勝てば2位に行けたのに、そこで勝ちきれなくて3位だったりとか、っていうのがやっぱり大きいなって思いますね。あとはまあ、こだわりすぎたのかなと。こだわりすぎた。こだわり。一番佐野選手にこだわりすぎたし、山崎、矢崎投手を抑えっていうのにもこだわりすぎた。ああ、そうか。矢崎投手いたか。みんななかなか結果出ない中で、それをずっと引っ張っちゃったのがちょっと長かったかなと。伊勢投手もなかなか調子上がってこない中、一回ちょっと休ませてもいいんじゃないかなっていう時にもずっと使い続けてたので、まあその辺のこだわりがちょっと強すぎちゃったのかなとは個人的には思いますね。絶対落としちゃいけない試合、勝った試合1個あるよね。どこですか？あの、バウアーが、ファックって言いまくった試合、あれ結局勝ってんだよね、横浜。あれはね、あれは勝たないと、ね。勝たないといけない。あれは勝たないといけない。俺中日で見てて、中日対、あの、あれですよね。あの、阪神だったよね。はい、強殺プレイミスった後に、あの、バウアーとですかね。そうそう。めちゃくちゃ吠えて、その後にピッチャーゴロを来て、自ら走っていって、ね、パワープロでふざけてやるときに。だからあの試合俺見てたけど、テレビで。ここはちょっとね、かわいそう、バウアーかわいそうだなって思ってたから。まあ、負けてよかったってことないんだけど、うん、まああれで少しでもね、バウアーの留飲が下がるんだからね、まあ、いいのかなと思って。
そうですね。始まるまではもう優勝しますって結構意気込んでたもんね。そうね。今年がなんかラストチャンスというかほんまチャンスって言ってて、ね、今年は本当にチャンスでしたね、うん、それぐらい選手も揃ってたし、うん、だっていざ蓋を開けてみれば最多勝もいますし、うん、で牧選手あんだけ打っててってなったらやっぱ優勝しなきゃいけなかった、個人成績なんかを見ても、うんうん、だからそれがね結果的に3位っていうのがね、まだここで1位阪神と本当に2ゲーム3ゲーム差の争いの中で2位とかだったら分かるんですけど、うん、そこが3位まで下がってしまったっていうのが本当に残念ですね、うん、今永選手とバウアー選手がね、はい、いなくなるんじゃないかっていう、メジャー行っちゃうかで、あと石田投手も FA してるので、うん、ピッチャーばっかりいっちゃうからね、ピッチャーがそうですね、うん、ずっと横浜はピッチャーピッチャーって言われてる中で、はい、そこがいなくなっちゃうとちょっとしんどい、まあそうですね、うん、まあただある意味でですね若手も育ってきてるので、うん、深澤投手だったりとか小園投手、うん、あとは渡来選手と同学年だった松本選手、うん、松本投手がすごいもう体とんでもないことになってますからね、もう本当にアイアンマンみたいになってますいやそれ野球選手としてやばいよ逆にアイアンマンみたいになってます、柔軟性なさすぎる、言うけど、はい、細川選手も横浜から来た、はい、とんでもない肉体してる、いやそう細川選手もともとすごかったんですよ、いやビビった、やっぱ筋肉って必要だなって思うよ、うん、あれ見てるのも、まあ、そうやけどね、あ、うん、まあでもそれが来てね、うん、よかったやんか、細川、まあ、細川さんいなかったら、細川君いなかったらとんでもないことになってたなとは思うから、はいはい、まあ、よかったんですけど、今年もだからね、はい、いいの出してもらって、現役で現役だなとね、なんとかねマッチを出してもらって、うん、まあでもあれは中日行ったから多分そうなったと思うんですよね、うんうん、和田さんとかとの出会いが大きかったと思うんですよ、なんか出してすごいなんか言うファンいるじゃないですか、なんで細川出しちゃったんだみたいな、うん、でもベイスターズにずっと行ったらなかなか厳しかったかもしれないなとは思いますけどね、ね、うん、なので今年のベイスターズは70点です、うん、70点、まあまあまあでもね、まあまあまあ、いい点数、はい、今日 A クラスには入ってね、まあそうですね、うん、ドラゴンズはいや中日はね問題チームですよ、問題チームですよ、ポジドラでやるんだから、ポジドラあなたやってなかったぐらいですから、そうそうそう、ちょっとねどうしたのよ、これだけは最初にはっきり言っとかなきゃいけないなと思うな、俺立浪さんだろうが、うん、まあ与田さんだろうがいろんな監督に、うん、谷繁さんだろうが、うん、森監督だろうがいろんな方言ったけど、基本的に俺はポジティブに応援するタイプで、ポジドラやな、ね、そうで、なんで更新しなかったかっていうと、うん、ちょっとあまりにも、コメントが怖すぎたっていうのがね、やっぱちょっと落ち込むんじゃないかなと思ってやめちゃった面が、あ、まあ、今シーズン振り返って、これ何だったんだろうなと思うのは、あの、日本代表に勝った時ね、7-1 からぐらい、WBC の、ね。WBC、侍ジャパンに勝ったわ、まあ、メジャー舞台がいなかったとはいえね、いや確かに、ね、小笠原が抑えて7対1ぐらいで勝った、そう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 、余裕で勝ったっすよね、あの時もう中日ファンがね、もう日本一だっつってね盛り上がってたよ、今年これいけるぞ、俺ピザ頼んだからね、あの時普段頼まないで、アキーノっていうホームラン打ちまくるんじゃないかって、去年めちゃくちゃ言ってたじゃないですか、いいって、オープン戦めっちゃ打ってたよね、めっちゃ打ってたし、その日本代表戦でも打ってて、うん、で一発打つごとになんかワンピースのファンらしいのね、漫画の、はい、あ、そうね、だからフィギュアを一体ずつ買ってあげるっていう話も盛り上がってて、うん、じゃあ何体ね、あの、もう打つねん言うて揃うんだと、一本だからねホームラン、ルフィだけ、ルフィというか、ルフィかもわからんけど、ずっと打たない打たないっつって何回かでやっと打ったの。その時にもう待ち望んでたから、うん、もうルフィなんかあげちゃダメだと思ってたけど俺はね、うん、ヘルメッポでいいじゃんと思ってた、まあまあね、ヘルメッポをあげなさい、誰やねん、誰知らんねん、あんまり一番最初の時にヘルメッポ、まあ、またなんか野球のヘルメットと関わってるで、そう、うん、そういう意味で言ったらアルモンテ選手もダメだって期待してたんだけど、うん、なんでビシエド選手の、調子がなかなか上がらない、うん、っていうのもあって、ほんと細川選手だけが希望の星だったから、ね、うん、だから現役ドラフトなかったら恐ろしかったよね、マジマジマジで、そうよ、そう特にここの2チームはそうじゃないですか、あー、大竹投手すごい良かったし、うん、大成功、大成功だからね、うん、だから振り返ってみると、うん、そうだね、だから田中選手もすぐダメになっちゃったし、うんうん、怪我で、あと大野選手じゃあ、あ、そう、大野選手も1回投げたよ、あ、そう、痛いよね、やっぱり。で、もっと振り返るならあれだよ、うん、思い出した、あいつ、あいつって言ったらあかんわ、ジャリエル、ジャリエル、ああ、亡命しちゃっていなくなる、ああ、そうか、ましたね、ちょっとボロボロだったから、確かにね、立浪監督が誰か連絡できないって言ってもらった、立浪さんね、そういうの多かったの、片岡さんと連絡取れないとか、なんだ、本当に片岡さんが、いや、これは報道だよ、うん、報道で見る
る限り2軍戦の監督だから、うん、終わったらすぐ酒飲んで、うん、なんか連絡取れなくなっちゃうんだって、みたいな、わかんないよ。なんか2軍もなんかあんまりじゃないよね。そう、もう2軍回ってないよ。2軍も最下位なんやつ。そうそう、最下位。ちょっとほんまに全然勝てなかった2軍ね。立て直さないとね、うん、マジで怖い。そういう意味だと怪我から上がってくる、まあ、大野選手もそうだし、うん、まあ、ブライト選手とか怪我上がりの選手もいっぱいいるし、うん、まあ、田中美希也選手もそうだし、うん、でビシエド選手がね、こう日本人登録になりましたから、うん、次は。ビシエド選手まだまだやれる選手だと思うけどね。今35で36の年だからね、次は。こうは。で、まあ、中田選手を取るっていう噂だし、うん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 、ぜひなんか、まあ、上がり目しかないなっていうのは感じてるけど。変わろうとはしてるからね。そうそうそう。うん、だからもう、まあ、あんまり、やめ、言う、これさ、うん、大野選手が、大野投手が、契約の時に、うん、あの、選手はもちろん、球団も監督もコーチも変わっていかなきゃいけないみたいなことを言って、ね、で、ファンがやっぱり、監督言われてますよみたいな盛り上げ、うん、これって全員で変わっていかなきゃいけないって話をしてるのに、うん、こうなんかアンチが、ね、そう監督言われてますよみたいな、そういう空気がすごい嫌で、うん、ポジドラ辞めちゃったのね、今年はね。じゃあ一部のファンの方もやっぱり変わっていかなきゃいけないかもしれない、ね、まあ、うん、全部が全部立浪さんが正しいとは思わないけど、うん、なんかみんなで盛り上げていこうよみたいな、うん、だから立浪さんも次3年目勝負の3年目だから、そう、ね、はい、ぜひ頑張ってほしいなと思うんですよね、うん、ということで、まあ、はい、いろんな、ね、見方とか意見があったと思う、はい、思うんですけど、まあ、来年に向けてみんなこういい期待をしてると、いや、そうですね、ということで、はい、今回終わりたいと思います。以上、ポジドラでした。ナイスゲーム。覚えてくれたの？ナイスゲームは覚えてる。ナイスゲームを覚えてる。